不動産投資をする上でですね、投資に加速をさせるためにはですね、レバレッジという技術を使うわけですね。で、このレバレッジという技術を使うためには当たり前ですけども金融機関からですね、融資を受ける必要があります。で、その時にですね、まず我々がですね、重要と考えていることはですね、ローンコンスタントというですね、指標があるわけです。例えばですね、金利がですね、3% ね、じゃあ、ね、ローンを組むとですね、まあこう利息があって、まあ、元金の返済があって年数ですね、でまあね、年間いくら払うか、まあ、月々で支払うわけですね。で、当然ですけどもローンというのはこの元金の総額なわけですよね。ですから当然ね、年数が長くなれば ADS は減りますね。年数が短くなれば当然ですけどもね、年間の返済額は増えますよね。で、じゃあ 3% で同じですね金利で借りたと借りてもですね、当然年数によって返済額は違います。で、先ほどというか一番最初にですねお話した内容ですけれどもですね、ネット収入 NOI ですねから ADS を引いたものがキャッシュフローなわけですね。キャッシュフローです。で、このキャッシュフローをですねなるべく得るためには当たり前ですけども年数を長くして金利を下げればさらにキャッシュフローが増えるわけですよね。で、その時にですね、ローンコンスタントというね、指標があります。例えばですね、1000万円のお金を20年でですね、3% で調達をするとですね、1000万円20年で 3% で調達すると年間ですね66万5500円の支払いになります。で、このお金はですね1000万円でね借りたお金が年間返すお金が66万5500円ということですから、こいつをですね1000万円で割りますとね、まあ1000万ですから簡単ですね、 6.66% 四捨五入しますとなります。これをローンコンスタントって言うんですよ。つまりね、銀行で調達した時の金利は 3% なんですけども、銀行に返すお金は年間でいくらなんですか。つまり調達金利からですねその返済する総額を割ったものをローンコンスタントって言います。つまりローンコンスタントは低ければ低いほどリスクは低いということになります。ですから、例えばここでですね、じゃあ、変えてですね、じゃあこいつをですね25年でじゃあ 2.5% だったらいくらになるかってことですね、25年で1000万円で、2.5% で、そうするとここはですね53.83、つまり1000万円で割ると5.39%四捨五入するとなりますね。つまりですね、調達金利が低ければ支払いする金額も減るわけですよね。そうするとここの年間の返済額は減るわけですから、キャッシュフローは、ね、家賃が同じで経費が同じであれば、ね、キャッシュフローは増えるわけなんです。だからここの部分をですね、計算しながらですね我々というのは不動産投資を行っているわけです。で、ですからですね、金融情勢も全ていつもいつも違うと言って過言じゃありません。極端なことを言うと毎月毎月違うと言っても過言ではありません。例えば某、
手の金融機関がですね、今回サブプライムローンにでですね、多額な損失を出してしまった。だから不動産に対するですね、融資ができないんです。だから逆に言うとですね、今ね、自己資金を、ね、2割を入れてください、年収は2000万以上の人じゃないか貸しません。つまり何を言いたいかというとですね、今現在は、ね、アパートローンのですね、商品はあるけれども有名無実、つまり借りる人を、ね、それだけ絞り込んでしまう、いるわけないわけですよね。でだけども一応、まあ、大手の都市銀行としての体裁を整うためにですね、そういうハードルを設けてるわけです。でじゃあ逆にですね、まあ、某第二銀でいけばですね、貸し出しはどんどん今増やしています、ね、その代わり金利は高いです、ね。例えば区分所有であれば 5%、ね、一等門であれば 4.3% ですね。あとはノンバンクであれば今 3.38 から 3.88 くらいですね、の幅でですね、融資を受けられるような形のですね、ローンもあるわけです。つまりですね、いつもですね、都市銀行が融資が厳しくなればノンバンク系が伸びてきて、融資をですね、高い金利だけども貸し出し意欲が増える。で、今度はですね、大手の、金融機関がですね、貸し出し意欲が出てきた場合にノンバンクの方は、ね、出す金額が少なくなるから、結果的にはですね、金利を下げてくるという作戦に出るわけですね。ですからいつもいつもですね、商売、相手方も商売ですから、その都度その都度いろんな形でですね、融資の状況が変わってくる。これもですね、今度はこういう部門についてはむしろ私ですね、よりも現場でいつも、ね、金融機関と打ち合わせをしている、ね、人間の方が詳しいわけです。ですから、まあ、資金調達とかですね、にお困りの方、またはどうやったら資金調達できるのとかですね、初めて不動産投資をやるのに、ね、何を買って何どういう形で融資を受けたらいいのということをですね、お知りたいになりたい方はですね、まあ、こちらのコンサルタントがおりますので、こちらの方にお問い合わせいただければですね、日程を決めてご予約をいただければですね、こちらのものであればですね、別に土曜日とか日曜日とか変わらず、まあ、営業の時間内でですね、まあ、1時間半ないし2時間のですね、無料のコンサルティングを受けることができます。ですのでですね、まずはこの個別にですね、まあ、参加していただいて具体的にですね、どうしたらいいのか、ね、いわゆる方向性をですね、まずは見極めてみたらよろしいんじゃないかなと思います。ぜひそういうですね、こちらの方のですね、個別相談をお勧めいたします。